いや、まあ今日はそうですね、最後ね、まあボギーで、ワンボギーでしたけど、まあ欲を言えば最後、まあパーをしっかり取って、まあノーボギーで回れたら、もう本当完璧なラウンドっていう感じでしたけど、まあこの状況でね、うまく拾えたとこもありますし、ワンボギーで収まって4アンダーは自分の中ではすごくナイスプレーだなと思いますね。いや、もう本当に硬くて、いつも逆になんかこうバックスピンを計算して、そのバックスピンの難しさがあるコースなんですけど、今日もう今週は本当にもういいショットも止まらない、もうグリーン止まればもうなんかこうナイスショットみたいな感じのセッティングなので、本当にまあいいとこに、まあ、なんか外れてもしょうがないっていう感じなので、今アプローチは効くとこにうまく外せたらいいかなっていう感じなので、なかなかギャラリーの方とかにはね伝わらないかもしれないんですけど、すごく難しい、セッティングなので、明日からも多分こんな大きなスコア出ないので、なんかしっかり我慢していくようなラウンドになるんじゃないかなと思うんですけどね。まあね、やっぱりロングホールが、まあ、2つしかないですけど、ティーショットをうまくいけばかなりチャンスな2ホールなので、そこでまあしっかり取るのと、まあウェッジのホールでなんとか、まあまあいいパットが入ってくれて、あとはもうショートはほとんど止まらないから、拾っていくようなそんなゴルフになるのかなと思いますけどね。まあ、フェアウェイ、まあ絶対条件かなって思いますけど。わかりました。はい、ありがとうございます。